それでは浄土演舞お願いします。こんばんは。私ウィーンと申します。横浜の浄24時間。浄土の浄は杖と書きますが、浄と呼んでいます。正面右側の浄と正面左側の太刀を用いて、64通りの型の完成度を競い合う武道です。この浄土は約400年前に武双権之助勝義が創始したと言われており、あの宮本武蔵に勝利したとも言われています。また杖は1本で3役果たしており、切り込んでくる太刀に対して突けば槍、払えば薙刀、打てば太刀となります。杖をうまく打つと真剣さえも叩き落とすと言われており、相手の体勢ばかりになって心までも崩してしまうのです。次は光る杖による演舞です。ここからバルブ機能を使用する撮影をおすすめします。カメラをお持ちの方は設定画面からシャッタースピードを一番遅い状態に変更してみてください。スマートフォンをお持ちの方はアプリケーションでバルブと検索するとカメラがインストールできます。なお、演者が動き始めてからやめるまでシャッターは長押ししてください。杖アート乱れ止め。ここからは学生たちによる演技です。ここでもバルブで撮影してみてください。正面右側が攻める、左側がからかう。はじめ。シェイク、振る、スピアーズ、槍、ダイアログ、対話は浄土に習う創作されたワークショップです。ここでは浄土の型を離れ、それぞれが割り当てられた役割に即して動いています。また、杖には LED の光がつけられており、彼らの動きによって変化する光の残像は絵やライトペインティングではなく、対戦者の周りに現れる一種の殻、壁のように見える彼ら自身の軌跡なのです。